こんばんはぶちゃん。ドミズホのゲストに〇〇してみた似顔絵を奈良花風に描いていきたいと思います。今回はですね、マスオさんに初めてお会いする方なんですけど、すごく緊張するんですけど、頑張りたいと思います。コンコン、はい、失礼します。今大丈夫ですか？はい、大丈夫です。すいません、お邪魔いたします。あ、はじめまして。はじめまして。急に、桜坂46の羽生瑞穂です。今日はよろしくお願いします。マスオと申します。はじめまして、よろしくお願いします。今回、奈良花ということで、私が普段似顔絵描くの好きなんですけど、マスオさんのことを、奈良花風に描いても大丈夫ですか？もちろんです。え、描いていただけるんですか？はい、もちろんです。めちゃくちゃ嬉しい。じゃあ、早速描かせていただきます。よろしくお願いします。普段 YouTuber、 はい、YouTuber もう、はい、あ、見たことあります？はい、もちろんです。嬉しい。YouTube やっててよかった。でもなんかいろいろこう挑戦されてるじゃないですか。そうですね。だから長いマシュマロ食べてみたみたいな。めちゃくちゃ長いの食べました。それとかすごい面白かったです。いろんな食べ方して。どのくらいのお時間でいつも編集されたりとか？結構まちまちで、かかるものではやっぱ 5,6 時間かかりますね。あ、そうなんだ、はい、すごい。よし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 。いや、ちょっと どんな風にで書かれてるんだろう。じゃあ完成しましたので披露します。本日のゲストのマスオさんです。じゃーん。おー。ちょっと奈良花風にかけてるのがちょっと眉毛の感じとかちょっと厳しく眉毛の感じが、はい、やっぱリアルに再現されてるので、もう戦う眉毛の形ですね、これがね。そうですね。どっちがマスオさんだって。あ、こっちかな。こっちかな。え、率直に上手くないですか？いや、全然全然、ちびまる子ちゃんに出てきそう。確かにキャラクターキャラクターな感じですよね。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。